関西オープンラウンドロビンは終盤戦へと入っていきます。解説は谷口武史プロでお届けしていきます。西村美希プロ対中谷優子プロです。まずは西村プロ、豪快なフォームです。まあ、ずっと7連敗をした西村なんですけど、先ほどのゲームでやっと片目が開いたというか、やっと一勝目があったということですね。そして注目です、神戸スカイレーン所属、まさに地の利を生かしたい中谷優子プロです。今何位ですかね、4位には入ってないと思うんですけど、6位、7位あたりかなというところですね。なんとかこの辺でビッグゲームで勝ちを取り、はい、ポイントを増やしたいと。もう1ゲーム1ゲームが本当に大事なんですね。おー、来ました、ひときわ大きな拍手、中谷プロ笑顔が弾けます。もうずっと見てましてもね、非常に安定した投げ方してますよね。かなりこれに対して準備ができてたと思います。練習量も豊富だったと思います。西村プロはナイスカバーです。中谷プロはやっぱりこの応援をね、そうですね、味方につけて乗っていきたいでしょうね。もう予選から大変な応援でね、当然プレッシャーもかかっているはずです。まあ、会場センターの専属でもあり、この特別協賛、関西オープンの特別協賛との、サンブリッジとの契約プロであり、まさしくその彼女なんて言いますか、ホストプロと言いますかね、大きな期待を背負っております。ダブルです。ボーダーライン上の中谷プロ、ダブルスタート、しっかりしたいいボールです。こちらは西村美希プロ38期です。あっと割れてしまいました。それにしてもこう特徴あるこのフォームですよね。そうですね、あそこまでこうトップスイングといいますかね、バックスイングを上げたら我々じゃちょっと投げれないですね。やはり体幹しっかりこう足腰が鍛えられているということなんでしょうかね。そうですね、肩なんかも関節も柔らかいんでしょうね。お父さんは西村プロ、お母さんも JBC 大阪フレームを代表するボーラーということですから、今回も、上位成績だったと思うんですけど、準決勝まで残ってると思います。お母さんいつも親子で争ってるぐらい、お母さんのレベルも高いんですよね。まさしくボーリング一家です。お母さんは今回アマチュアの2位ですよ。そうですね、堂々たる成績でしたね。賞金ラインまで入っておられたんじゃないですかね。第3フレームです。中谷プロ、ターキーを狙って厚めに入りました。珍しいそのタイミングミスで変わりましたね、セブンピンがね。これ大きい、これはラッキーだ。ちょっとね、親指持ちすぎたのか、親指抜けが悪かったですね。その分引っ張ってしまってということですね。そしてセブンピン、西村プロはやはりこれがあるんですよね、ピンアクションで持っていってしまうっていうね。まあ、ボールのスピードもね、女性にの中では本当にトップ5に入るぐらいのスピードがありますからね。第3フレームの中谷プロ、危ない危ない危ない、ミスはできないところ。何かこう見てるこちらにも緊張感伝わってきますよ。なんとか4位以内に滑り込みたい。
そしてテレビ決勝ステップラダーへと進出したい。優勝の可能性を残すためにはとにかく上位4名に残るしかありません。ラウンドロビン、西村プロの第4フレームです。先ほどねちょっと8点というポケットでありながらスピードを出してしまったのでちょっとそれを意識して、まあ、ちょっと厚めの方に持っていきすぎたのかなと。なのでもね本当ついてたストライクになるんですけどね、本人はなぜだろうというようなそんな表情にも見えましたね。熱いということは自分でも分かっているはずなんですが、ただ先へのちょっと若干の薄めで8点が出てしまったんでね、それを修正してるんですよね。第4フレームの中田と本当にこう春めいた、そうですね、なでやかなウェアです、はい。まあ、今回のユニフォームもお母さんの手作りだと思います。西村とナイスカバーです。中谷プロですがこの日のために1日も無駄にしてきませんでしたっていうことで、多分ねもうそれぐらいの覚悟を持ってね、背負うものも大きいですからね、それに応えたいと、いうことでもう最大限の努力をしたんじゃないでしょうか、はい。先ほどからこう見ていますとずっとねこう独り言をね何かつぶやいてるんですよね、はいはいはい。中谷プロの第5フレーム、中の親指の抜けにばらつきがあるんでそれがちょっと気になるんですけどね。今のがいいんじゃないですか、はい。マッチと今のは本人も納得だ。川地さん、はいはい、西村プロなんですがお母様がね後ろで見守って応援してくださってるんですよね、でお母様にお話をお聞きしましたところ、やっと一勝なので本人は気持ち的には泣いてるんじゃないかっていうのと、また対戦する相手がね結構ビッグゲームを打ってるというので力が入ってたんじゃないかなとおっしゃってました。また12位からもう落ちることはないから練習のつもりで頑張ってということを声をかけたというふうにおっしゃっていましたよ、はい。レンサイドの情報は中倉真理子さんです。あ、これまで2007年の軽井沢プリンスカップで優勝という一つタイトルを持っていますが、はい、まだまだね一つで満足してないはずがないんでね、はいはい。昨年はポイントランキング21位、そうですね、西村美希プロです。まあ、この辺のレベルであればねもうシードプロというのを確保ずっとしときたいんですけど ね、 そうでしょうね。まあ、去年は最高は何ですか6位7位ということでベスト10が2回しかないんでシードからも外れてしまったんですけど、はい。まあ、今年あたりはねぜひ返り咲いていただきたいと思いますね。中谷優子プロ第6フレームに入っていきます。現在4位まで80ポイント近くあるんですよね。なんとかここはビッグゲームで勝ちを取ってどうか。危ない。かなり厚めに入ってたんですが、ターキーです。中谷プロです、はい。さて今谷口さんからもお話ありましたが、この4位と5位の違いということではもうほとんどね、もうそうです。4位だったら優勝のチャンスがあるし、5位だったらもう終わってしまうんですよね、はい。1位2位とどんだけ離されていても4位で最後のステップラダーに勝ち進むことができたら、はい、1ゲームマッチ、今までのスコアは全然関係なくなりますからね、1ゲームマッチですからここはもう優勝に大きな、なんて言いますかね、チャンスがありますからね、はい。6位に中谷プロ、そして西村プロは現在最下位、ここまで1勝7敗。もう中谷にはぜひ頑張っていただきたい、このまま全部ストライクで278で終わっていただきたいですね、はい。ここはスプリットになります。西村プロ、2フレと6フレいずれも割れています。まあ、差が約50分ぐらいありますので、
ここはもう中谷としてももう自分のスコアを一品でも多く伸ばす、はい、もうそういうことでこの勝負はほとんど決定してますからね、もちろん本人は、ね、もちろん本人は分かってますから、はい、第7フレームめのルーティーンから振り切ってきました。中谷プロフォース今のはもうこれドミノですよ。もう今のはあの会場の応援の玉もですね、ギャラリーの皆さんに倒していただいたという感じのストライクじゃないでしょうか、はい。プロの第7フレームです。あ、いいですね、はい、レフティングしっかりと飛ばしてきました。こういうところでもね、ちゃんと自分のそのなんて思い通りに投げれて結果がストライクになると、これがやっぱり彼女にとってもいい経験になってきますからね、はい、最後の1投まで諦めないでね、最善を尽くしていただきたいと思いますね。第8フレームです。ここまでフォース、はい、いいですね、フィッツきました。多分ね、あの6フレのストライクがね、もう厚めいっぱいでしたでしょ。それを少しあの立つ位置を左に寄って、もう少し中目から左目からちょっと攻めて、それが幸いしてますね、はい、第8フレームの西村プロ、西村プロダブルです。予選準決勝を終えた上位12名がこのラウンドロビンに進出しています。そのうちテレビ決勝に残れるのはわずかに4名。第9フレームに入ってきます。水を飲んで見守るギャラリー。谷口さん、はい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 、完璧ですか？やってくる。いやーちょっとね、ちょっと厚めギリギリなんですけどね、はい、はい、気合で持っていきます、はい。もうあのポケットに近くなったらお願い倒れてくれと本人思ってますよ、はい、西村プロの第9フレーム、うん、おうおうカーキーならず。ラウンドロビンで一つ勝つことの難しさみたいなものを、ね、本人は感じてるでしょうね。そんな時に限ってね、相手がスコア打つんですよ、はい、自分が打っても相手がそれを上回れば、そうですね、勝つことができません。ボーナスポイントは入らないという、はい、ここは中谷もパンチアウトして278で終わってほしいですね。テンフレです。じゃないの。
低めはやっぱりこうストライク欲しいんですよね。その時にもあんだけなんていうんか、これ僕と目合わせてるんですよ。あ、そうでした。そうなんですよ。いやーしかしこの200、これもう一つは270ですけどね、はい、この270台は大きいですよ、今の6位の位置からね、はい、勝てばボーナスは30ポイント、そして200を上回った分がプラスアルファされますので、270を超えていけば100ポイントを1ゲームで稼いでいくということになります。すごいすごい、若干というのはかなりよく倒れてますね、はい、はい、西村プロ、後半は立て直した感があります、ね、でもちょっとあの2フレのね、8点さえなかったらもう少しゲームを作れたかとは思いますけど ね、やっぱりポケット行っての8点だとどうしてもあと考えてしまいますよね。中谷プロ最後の投球です。それも来た、完璧なストライク、あ、ナイスゲーム、278、大きな拍手が起きました。神戸スカイレーン最高のゲームを打ちました。これは大満足でしょう。これかなり4位に入って、もしかしたら4位に入ってるかもわかりませんし、もう入ってなくてしてもこの278で近づいたと思います、はいはい、西村プロは191点でした。第9ゲーム終わりました。谷口さん、はい、中谷プロが6位からどこまでジャンプアップできるかです。そうですね、もうここで踏みとどまって4位に大きなチャンスを持ったということですね、はいはい、このゲームは大きかったです。この後は第10ゲームです。